はい、本日はですね、セールにかかってるおすすめの3点というのをね、ご紹介していきたいなというふうに思いますが、僕の視聴者さんはですね、感度の高い方ばっかりやから、もうセールにかかる前からいろいろ買ってるよって方なんですけども、残念ながらね、そうじゃない方も一部いらっしゃいましてですね、今頃寒くなってからね、ちょっとアウター買いたいんですけども、なんかダウン欲しいんですけど、もう遅いっちゅうね、もう買ってるっちゅうね、もうみんな終わってるっちゅうね、なんですけども、まあそうは言いながらもね、いや、今ちょうどセールでこの辺やったらいいんちゃいますかっていうのもね、まあその辺の方に厳しく言うんじゃなくて、一緒に寄り添っていこうじゃないかということで、今日はねセールにかかってるおすすめの3点をね僕の中でチョイスさせていただきましたので、ご紹介させていただこうと思います。ということで本日はですね、まあ基本的には僕が持ってるアイテムっていうのを3点ねご紹介して、これが定価からねこれぐらい安くなってますよとか、ここやったら今安いですよとか、意外とこれよりもこれの別注バージョンがいいんですよなんていう話をねさせていただこうと思いますので、よろしくお願いいたします。ではね、早速1点目からいきたいなと思います。早速1点目こちらです。こちらホカオネのスニーカーですね。でこのホカオネオネのスニーカーはですね、別に普通のバージョンはいらないんですけども、ゴアテックスのは僕めっちゃいいですよっていつも言ってるんやけども、これがセールにかかっておりました。ちなみにこちらチャレンジャーローっていうモデルで、結構すっきりしたタイプのねゴアテックスのスニーカーで、対してこっちも同じくねゴアテックスなんですけども、ちょっとこっちはね登山っぽいというかごちゃごちゃしてる感じはあるんですけども、こっちの方はねあんまりセールにはかかってなかったんですけども、こっちのすっきりしてる方はねなんかセールにかかっておりました。どれぐらい安くなってたんかな、ちょっとわからないけど、2万7000円ぐらいがあの定価なんですけど、2万2000円とかまでね落ちてたりするってことなんで、まあ5000円ぐらいやったらどうなんていう方もいらっしゃるかもしれんけども、まあこれは年中履けますので、あの春もいけるし夏もいけるし秋も冬も全部いけるから、他をねおねのスニーカー持っとってもね損せえへんよというところでお話をさせていただきました。ただ今年結構ゴアテックスのねブーツいっぱい出るみたいです。だからゴア欲しいなっていう方はブーツも全然ありやと思うんですけども、やっぱ歩きやすさとか軽さを考えるとね、この他をねおねはやっぱスニーカー市場もうナンバーワンやなって僕は思ってるんですけども、まあちょっとでも安く買うってなったりしたらねいいんじゃないですかっていうことで、まずこちらが1点目。これに関してはもうほんま年間の買ってよかったものでもトップ10に入ってくるぐらい僕はまあ気に入っておりますのでね、まあこれはちょっと押してみたいなということで、次に行きたいなと思います。次がですね、こちらのナンガのオーロラダウンですね。このダウンジャケットに関してはですね、メーカーははっきり言ってます。あのナンガの店舗行ってもらったら分かりますけどね、セールはしませんとはっきり言っておりますので、なんでそれだとここで今喋ってんのと、セールせえへんのに安くなってんのっていうことだと思うんですけども、ナンガの直営店ではしてません。ただこれナンガってね、あの直営店って大阪とか東京にあるんかな、それ以外の県でもねスポーツショップとかアウトドアショップで売ってるじゃないですか。でそれでね、なんかじゃないお店で売ってる場合は結構安くなったりすることあるんですよ。で僕もねさっきパーってネット見とったらね、やっぱちょっと安くなっててね、これ定価4万4000円、だから4万に消費税って感じなんですけど、消費税込みで4万円ぐらいで買えるってことで、まあ4000円ぐらいまあ安くなってたかなっていうことでね、あのたった4000円でお前そんなこと言うなよって感じなんですけど、ご安心ください。これからまだ先がございますのでね、あのまあ安くなってるんですけども、なんかといえば一番お買い得に買いたい方がいらっしゃったらね、別注モデルなんですよ。別注って言ったらね、何やったっけ別注って聞いたことあるけども、知ったかでいつもね、ああ別注って言ってるじゃないですか。いやいや、別注っていうのはあの工場にあるものの中でこうチョイスを選んでいったりするんですけどもね、新しく開発していこうと思ったらお金ってかかるじゃないですか。だけど今ね、工場にある中でやったら作れますよって言ったら、ちょっとパターン変えてみたりとか、ちょっとポケットの位置変えてみたりするだけで、以上別注って言うんですよ。だからそれの分かりやすいのがね、今回これ紹介するやつなんですけど、ほぼ同じ見た目やねんけども、ワッペンが使われてたりするっていうことだけで、値段がねこれ3万ちょっとぐらいかな、だから3万1000円とかそれぐらいなんですよ。こんなんパッと見たらね、ほぼ一緒やないかい、これ動画ちゃうねんって感じなんですけど、いやいやワッペンちゃうやないかいってことで、まあ、ワッペンが違うのとか、あとは袖にねオーロラテックスって入ってたりするんですけども、それだけで安いって考えるとね、まあまあありなんちゃうかなと思います。ただちょっとダウンの質がね若干落ちてたんちゃうかなと思うんですけども、あんま質にこだわらへんよっていう、まあ値段考える人ってあんま質にこだわらへんと思うので、まあそれやったらね別にありかなと思いますので、こういったね別注モデルを選ぶっていうのも、まあ、これセールにかかってることは知りませんけども、あの安く買うにはねありかなと思いましたんで、こちらご紹介をさせていただきました。でね、あの話変わるんですけどね、僕なんかのコーディネート、視聴者さんのコーディネート募集しますって言ったけど全然来へん。あの何人かいただいたんですけども、これじゃ動画にできん。もうあの持ってくる方、あのなんかを持ってる方、とにかく僕に送ってきてください。僕の下にメールアドレス載ってますので、身長サイズこだわりポイントを教えていただいてね、あのカッコつけてでもいいし、カッコつけんでもとにかく何でもいいのでね、じゃないと僕動画作れませんので、皆さんぜひぜひご協力よろしくお願いいたします。今の状態では数名しかいただいておりませんので、動画が作れないという状態でねピンチになっておりますということなんですが、このなんかのジャケットはねセールにかかってますよなんていうところでお話をさせていただきました。まあ次の方も一番値段的にもぐんと安くなってるのでね、最後紹介したいなと思いますが、最後はこちらキャンプシェラショートということで、またかいなということで、もう毎回言ってるやないかいって感じなんですけども、これ毎回言わしてください。それぐらい僕としても
おすすめできるし、これすごいなっていつも思ってるんだけども、なんか人気なくていつもセールかかってるってことなんで、ね、お話はするんですけども、これ値段なんぼやったかな、確か4万6000とか4万5000ぐらいなんですよ。だから今回紹介したのなんかとそんな変わらん感じじゃないけども、実際売られてるのは3万円とかともすれば2万円台とかでね売られてたりしてたんで、値段幅といえば一番これがねガッと開いてたんで、まあ最もお買い得なんちゃうかなと思っております。でね、まあこっから先はね、僕もちょっとよく分かってない話やねんけども、これもねいつかなくなるんちゃうかなと思うんですよ。やっぱりメーカー側としてもね、毎年セールになるようなもん毎年作ってたらしゃあないじゃないですか。って考えたら、まあいつかは廃盤になっちゃったらね、あーまあこれセールか、まあ来年のセールで買おうかなとかって思ってたりしたら、ないやないかいと、気づいたらもうなくなってますやないかいって感じになると思うので、どっかのタイミングではね決意しなあかん時が来るんですよ。でまあこれはいつも言ってるみたいに、もうとにかく汚れたらね洗えると、洗濯機とかでもねガン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 洗っていけるんちゃうかな、ちょっと覚えてないけどもね、まあ、手洗いでしたわ。手洗いはねできるっていうことやったんで、まあ二軍のねジャケットとか、こう汚れてもいいジャケットとかね、そんなところで、まあもうそろそろ春は来ますけども、まあちょっと買っとってもねええんかなというふうには思いました。でね、今回紹介したのがこのナンガとノースフェイスと他をね3つやったんですけども、アークテリクスはね実は今回入れておりません。なんで入れてないのというと、アークテリクスはね去年も出したんですけど、偽物が非常に多いんですよ。だから偽物にね捕まされる可能性があるということで、とにかくアークに関しては定価で買ってください。もう悪いことは言わん、あの定価で買ってね、ちょっと高いなと思ってもね、あの本物やったらちゃんと修理も受けれるし、なんかその後あってもなんやできるんやけども、やったー5000円安いとか言ってね、安い方を取ってねパチモンやったらね、もうそれ終わりですわ。メーカーも誰も責任取ってくれへんからね、でパチモン買わされたと思ってショックになるじゃないですか。だからアークに関してはとにかくもうめちゃくちゃ巧妙なね、あの偽物ってあるんですよ。僕も以前動画で紹介したんやけども、ほぼもう店員さん見ても分かってないし、これ誰が見て分かんのみたいな、結局まあ工場の人が見て分かったんですけどもね、まあそれぐらい精密にできてるってことなんで、まあアークは今回入れてはおりません。ちらっとね安くなってるなみたいなところもあったりはしたんですけどもね、まあ視聴者さんにね、僕の視聴者さんにこうあの偽物ね捕ますのはあれやなと思ったんでね、こう紹介してないので、今回はこの3つをご紹介させていただいたということになってます。まあもう近々春物が出ますので、そろそろまた春物もやっていきたいなと思うんですが、世の中はまだ寒いのでね、まあダウンでもいかがですかというところでお話をさせていただいたというのが、本日はですねセールおすすめ3点をご紹介させていただいたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。